全国のワルが集まるこの高校を一つにまとめた総番長と呼ばれる男が行方不明になった。無法地帯へと戻った学校に総番長の弟と名乗る一人の転校生がやってきた。で、総番長の弟殿がわしらに何の用なんじゃ。兄貴の仇を取りたいのだ。協力してくれ。仇だとよ。殺されたかどうかもわかんねえのによ。兄貴は黙って消える人ではない。子分だって君たちにはわかるだろう。ま、こっちも退屈してたところだ。ちっくら付き合ってやっか。向こうから走ってくるやつがおるな。犯人が来てくれたんかの。いたぞ、下道高校のやつらが。この野郎、兄貴の仇だ。仇だと？待て、そんな覚えは。いいじゃねえかよ、五輪高校のやっちゃん。受けて立つ。わしらに勝てると思ったら大間違いじゃ。兄貴、ごめんよ。おいら負けちまった。ほらほら兄ちゃんよ、この落とし前どうつけてくれるんだ。エッジ、いい加減にしろ。とにかく俺たちは仇などではない。次の目標は太陽学園じゃな。腕が鳴るわい。ダン、俺たちはタコを締めに行くんじゃない。おい、エッジも待て。おい、そこのクズども、うちの総番長やったのはてめえらなのかよ。君たち誰？総番長なんて知らないよ。とぼけんじゃねえ、力ずくでも吐いてもらうぜ。私たちの高校を襲ったのは君たち？いきなり襲ってすまない。我々は総番長を失って気が立っていたのだ。こんな奴らに謝んじゃねえよ。失った？殺されたのか？そんなことは聞いてないぞ。アキラよ、お主のおかげでわしらのメンツは丸つぶれじゃい。総番長の弟とも遠慮してたらいい気になりやがってよ。大体てめえは本当に弟なのか。信じてもらえないのなら残念だが、力で分からせるしかないな。ほう、なかなかの闘気だ。これで完璧な戦いをすれば広いものだな。まいったよ、てめえには。無理やり分からそうとして悪かった。これでは兄貴を襲った奴らと同じだ。こんな奴が協力してもらえるわけがない。俺は消えさせてもらう。
知恵と待たんかい。わしらを置いていくとは白状じゃろう。まさか協力してくれるというのか。てめえのハートが効いたからな。弟でなけりゃあんなパンチは打てねえぜ。負けた。さあ、奴隷にでも何でもしろ。久しぶりに思い出させてもらったぜ。ああ、そっくりだった。まるで総番長が戦っておったようじゃ。信じてやるぜ、アキラ。確かにてめえは総番長の弟だよ。本当か？ガン、エチ、すまない。礼はいいってことよ。俺たちはもうダチじゃんかよ。下道高校を潰す。なんだお主ら。むやみに相手にせんのじゃったか。潰す。ガン、こいつらは危険だ。へへ、危ねえ匂いがプンプンしやがるぜ。貴様たちが兄貴をやったのか。危険人物。帰って報告を。なんじゃこいつら、わけのわからんことを言いよるわい。こいつらなんか様子が変だぜ。いっちゃ後をつけてみっか。あんたたちちょっと待ちなさい。一体誰をつけてるの。またお主たちか。もう一度痛い目を見たいようじゃの。なあ、こいつらを相手にしてるとあのアメリカ人を見失っちまうぜ。やめろ、手を出すな。あいつらは誰かに洗脳されているだけだ。兄貴の仇が見えなくなる。貴様ら邪魔をするな。俺としたことが我を失うとは。洗脳されてると言ったな。やっと落ち着いたか。そう、全ての原因はジャスティス学園だ。お主たちの仇も総番長を襲ったのもそいつらということじゃな。だから私たちが力を合わせないと。いがみ合ってる場合じゃないんだよ。巨大な敵ってわけか。面白い。久々にビンビン来やがるぜ。君たちが来るのを待っていたよ。貴様らがジャスティス学園の奴らか。参ったの。年配の人は大事にしろと親父に言われてるんじゃがな。あー、お前変なとこで道徳くせえな。年配ですって。もう絶対にあなたたちは通さないわよ。総番長に比べりゃジャスティス学園も大したことねえな。いいえ貴様ら、兄貴を襲った奴が他にいるだろう。あなたたち、そんな余裕を見せてていいのかしら。あれ、ガンがいねえぞ。またどっかで飯食ってやがんのか。まさか、兄貴だけではなくガンまで。エチ、ガンを探すんだ。お主ら、エッジより弱いの。いいえ貴様ら、兄貴を襲った奴が他にいるだろう。あなたたち、
そんな余裕を見せてていいのかしら。おや、アキラ、エッチの姿が見当たらんぞ。また逃げてしまったかの。まさか、兄貴だけじゃなくエッチまで。ガン、エッチを探すんだ。お主ら、アキラより弱いの。てめえらが親玉じゃねえんだろ。ほらほら、早くゲロした方が楽だぜ。あなたたち、そんな余裕を見せてていいのかしら。おや、エッジ、アキラの姿が見当たらんぞ。トイレなんかの。マジでこりゃ、戦ってる間にさらわれちまったか。うちの教師を倒すとは、やはりわしが見込んだだけのことはある。たわけたことを言うな。兄貴を襲ったのは貴様だろう。兄貴、君たちの輸送番長のことかね。彼はなかなか強情で困っておるんだよ。だが君たちの仲間は協力的だったがね。なんだあいつ、ガンジョンかよ。あいつまた騙されやがったな。兄貴もガンも生きてるのは、貴様を倒して取り返すのみ。ガン、大丈夫か。あやつがわしの目を見たとた、頭が空っぽになってしもた。よく言うぜ、てめえの頭は最初から空っぽじゃんか。ん？なんじゃと。こんなところで仲間割れか。喧嘩の腕に頭がついていかないようだな。誰だ、まだ誰かいるのか。うちの教師を倒すとは、やはりわしが見込んだだけのことはある。かけたことを言うな。兄貴を襲ったのは貴様だろう。兄貴、君たちの輸送番長のことかね。彼はなかなか強情で困っておるんだよ。だが君たちの仲間は協力的だったがね。ありゃ、エッジが敵になってしまったか。あいつはすぐに強い方につくからの。兄貴もエッジも生きてるのなら、倒して取り返すのみ。エッジ、大丈夫か。俺が洗脳されるわけないじゃん。てめえらの実力を試してやっただけさ。その割には弱っとるの。相変わらず嘘が下手くそな野郎じゃな。なんだと。おめえみたいなうすらバカに言われたがね。こんなところで仲間割れか。喧嘩の腕に頭がついていかないようだな。わしの頭をバカにするやつはどいつじゃ。うちの教師を倒すとは、やはりわしが見込んだだけのことはある。ギャハハ、当たり前じゃい。わしから喧嘩を取ると何も残らんからの。おめえそれ全然自慢になってねえよ。どうかね、君たちも彼のように我々の仲間にならないかね。悪くねえなって言うわけねえじゃんか、このタコ親父。アキラに何しやがった。アキラはわしらの弟子なんじゃい。裏切るようなことはせんわい。
ン、大丈夫かよ。くそ、不覚だ。兄貴を襲った奴に操られてしまうとは。なんだお主、えらく腕が細いの。もっと飯を食わんといかんぞ。何を言っている、余計なお世話だ。こんなところで仲間割れか。喧嘩の腕に頭がついていかないようだな。親分様のお出ましってが。雷蔵は倒されたが、総番長は見つけることができなかった。下道高校は相変わらず荒れていた。ジャスティス学園のことはこの高校には関係ないようだ。そしてエッジは考えた。このまま死んだことにしてしまえば、自分が総番長になってしまえる。しかし心は裏腹に、総番長を救出する方法を考えてしまう。ダチが困っているのを放っておけない。ようやくエッジは本当の総番長への道を歩み出したのかもしれない。雷蔵は倒されたが、アキラの兄は見つけることができなかった。一体どれだけ探せば見つかるのだろうか。今までのアキラなら、兄は死んだものと諦めたかもしれない。しかし今は違う。口は悪いが、人情に熱いダチがいる。彼らがいる限り、決してくじけはしないだろう。雷蔵は倒されたが、総番長は見つけることができなかった。下道高校は相変わらず荒れていた。ジャスティス学園のことはこの高校には関係ないようだ。ガンには以前のように喧嘩の助っ人の催促がひっきりなしに来ていた。しかしもう安請け合いはしなかった。自分の大切なダチのため、総番長を助けてみせる。そう言い切る姿には、総番長の姿がダブって見えた。もう一度聞こう。我々の日本制圧計画に参加する気はないか。君たち社会のクズに人の役に立つ機会を与えてやるというのがいい話だろう。貴様、兄貴もそのために。アキラ、大丈夫じゃい。こんな奴はわしがひねり潰してやるわい。ああ、さすがに今度ばかり俺たちが潰されるかもしれねえぜ。さすがに戦い慣れをしているようだな。では望み通りに潰してやるとするか。俺たちエッジさんの活躍を聞いて、すっげえかっちょいいって思ったっすよ。まあな、俺の手にかかりゃどんなやつでもイチコロだぜ。ところで、隣の高校のやつら
また出しゃばってきてるんすけど、一丁締めに行きましょうや。あったりめえじゃん。いや、やめとく。俺はこれからはつまらん喧嘩はしねえって決めたのさ。行かないすか？エッチさん、まさか守りに入ったんじゃ。エッチさん、変な無理はよしましょうや。女の子のファンが減りますぜ。そうまで言うなら言ってやろうじゃんか。やったー、それでこそエッチさんっすよ。ただし、もう前みたいな卑怯な真似はしねえ。これからは男らしく正面から言ってやるぜ。ノーホー。大吾兄さん、生きていたのね。すまない、アキラ。女のお前にこんな危ないことをさせてしまうなんて。は？生きていたのね。女のお前？今まで嘘ついててごめんなさい。実は私は総番長の弟じゃなくて妹だったの。なんだと？よくもわしらを騙したの。あ、何するの？お主が女だろうが男だろうが、わしらには関係ないんじゃ。とにかく俺たちは生死をくぐり抜けた仲だろ。今さら他人なんて虫が良すぎるぜ。よろしく頼むぜ、相棒。相棒なんてやだ。私は普通の高校生に戻りたいのに。ちょっと下ろしてよ、ガンのバカ。お願いだから下ろして。孫分の起こしたからがい革命は。おい、ガン。おお、エッチか。なんだお前、授業中も寝てばっかりのやつがいきなり勉強なんか始めてよ。いや、アキラが尊敬されようと思ったら人並みに勉強もできなきゃダメだと言うんでの。ちょっと頑張ってみる気になったんじゃ。おうおう、殊勝な心がけで。ま、いつまで続くかね。その後日本により、満州国が建てられ、なんとか。こんなめんどくさいことやってられるかい。教科書だってただじゃないのよ。尊敬されるってのは辛いの。